ネコワン。やってきたのは松山市石黒町の大和動物病院。大和院長は地域一話しやすい獣医師、日本一早い獣医師を目指しています。猫ワンを応援しています。とこの CM でもおなじみの大和動物病院大和先生、この方ですよ。この方おはようございます。おはようございます。こんにちは。あの先生は CM でもね、肉体のすごい筋肉を見せてくれてますけれども、あの愛媛マラソンも今年完走されて何時間だったんですか？2時間59分です。すごいじゃないですか。ミャンマーからオリンピックを目指すということですよ。目指します。今日は先生にワンちゃん猫ちゃんに関してのアドバイスを聞きたいんですけれども、先生何かこう気をつけてほしいことって何かありますか？はい、あのやはり自分がこう体を気遣うっていうところで、ワンちゃん猫ちゃん、そういったところにも目を向けてみますと、日常的に食べているご飯、そういったものを、気をつけてほしいなと考えています。ご飯やっぱり大事ですか？大事です。猫田さんは、はい、あの猫ちゃんたちにご飯をあげるっていう時、まあ、買いに行きますよね、どういったことでこうこれにしようっていうのはありますか？まずあのやっぱお値段、お値段が手頃、それから着色料とかは使ってないのがいいかなって、それぐらいですか。最初にやっぱ肉食ですね、猫は。でそうですね、お肉が前の方に出てきてるフードを選んでますけど、どうですか？あの着眼点は非常にいいとは思います。やっとで、ここからはもうあのなかなか一般的には知られてないことをお話ししたいとは思うんですけども、はい、あのまあ、ホームセンターに行くともうかなり数はたくさんのフードありますよね。選べないぐらい並んでますよね。あります、はい、で、あの値段も様々で、それこそ高いものから安いものあります、はいはい、ただ見た目はどれもまあ茶色の色もしてますし、まあ、丸だったり三角だったり、そういった形でもう見た感じではまあどう違うのかっていうと、値段の差がそれだけあるのかっていうのがなかなかわからないですよね、はい、実はあのその値段の差っていうのは T ありまして。そうなんですか？例えばあのまあ、お肉を使ってる、鶏を使ってるとしましょうか、はいはいはい、鶏肉を使ってるものと、うん、鶏を使ってるもののフードがあります。これの違いは、一緒じゃないですか？鶏肉と鶏って鶏さんが原料ってことでしょ？ですね、原料の鶏は同じなんですけども、はい、鶏肉を使ってる場合っていうのは鶏の、精製したお肉を原材料として使ってる。ほう。かたや鶏を使う場合はどうしてるかというと、骨、トサカ、くちばし、はい、羽、もうそういったものを全部ぐじゃぐじゃにして、まあ、要は1羽丸々を精肉の状態にせずに、1羽丸々をぐじゃぐじゃにしてフードに使ってるっていう場合があります。普通は食べない部分ですよね。そうです、でもその方が傘も増しますし、その分安くできるっていう、そういう仕組みなんですね。じゃあそんなトサカだとか入ってるものと精肉された肉だけを使ってるものっていうと、まあ値段も違いますけど、当然やっぱりあの肉だけの方が品質としてはいいんですね、そうなんですね。例えば鶏にもホルモンを出す臓器があります、それを食べることによって、ワンちゃんや猫ちゃんのホルモンバランスが崩れる、そういったことも言われてます。そうですか。じゃあ鶏と鶏肉ちょっとちょっと見分けろよということですね。そうですね、なんとかミールとかそういう、肉類とか、はいはい、そういう原材料を見ると怪しげなことを書いているのはちょっとここだけの話。そうですね、はい、なんとかミールってうちのにも入ってた気がします。すぐ帰ってみます、はい、ぜひ確認してみてください。